眼科医の平松です。今日は視野検査適当に押してるかどうかってやってる人ってわかるんですかっていう質問についてお答えしようと思います。いただいた質問ですね、いつも3ヶ月あの視野の間隔ですねだったのが今日は2ヶ月後と言われました。症状は特に変わりなしとのことでしたが、話は変わりますが、今日は真ん中あたりの視野検査をやったんですが、両目で10分以上かかるので、後半集中が途切れて押し間違いが多かったかなと感じました。見えた気がする、というか微妙な感じの時みたいな押してしまった。なんか疲れも溜まっているのし、検査している人は適当に押しているかなっていうのはわかるんでしょうかっていう質問です。結論から言うと、やってる途中で、あ、この人適当だなっていうふうにわかるのは、まあそんな多くないですね。もちろん目キョロキョロしてるとか、まあそれはわかるんですけど。で、よくわかるのは、やった後、偽陽性、偽陰性とかって言うんですけど、タイミング的には出るタイミングだから、でも光を出さないっていうタイミングはあるんですよ。そこで押しちゃってると、この人なんかこう大盤目に押してるなって。タイミング的に出ないタイミングなのに押しちゃってる人っていうのは、押しちゃいすぎですよね。だから、なんていうかな。出ないのに押しちゃってる。出てるのに押してない。そして本来わかるべきところをそうしちゃってるっていう場合が、偽陽性、偽陰性とかがあって、まあそれもチェックしてます。はたまた、まあ、いわゆる腰不良って言って真ん中見てるかどうかっていうのも同時にチェックしてるっていうのが、まあ基本的な、まあ、視野のチェックの仕方になります。もちろん患者さんが、なんていうかな、意思を持ってある程度なんかする方もやっぱいらっしゃるわけなんですよね。悪く出そうとか。逆にすごくよく視野を出そうとかってすると、そうするとやっぱりデータが結構正確じゃないなって感じになるので、まあ、フラットな気持ちで、視野検査はしていただけるといいかなっていうふうに思います。なので、あんまりにも、悪くしようとか、よくしようとかってすると、まあ、ちょっとそれが出てしまうと。まあ、そのつもりはないんだけど、そういう方向性になっちゃう人っていうのが、まあ、いらっしゃるっていうのが、まあ、現実かなと思います。今日の動画が参考になったって場合は、高評価ボタンとか、あとチャンネル登録も押していただければと思います。よろしくお願いします。